はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ、今回から4大体験編やっていきましょう。さあ、そして能力なんですけど、もう変わりはないですね。はい、でね、どうしようかな、この後どうやって上げていこうかな。技もあるんだけど、技ももう一個ぐらいにしとこうかな、覚えんのというね、ちょっと迷いもありながら今回やっていきたいなと。で、ワールド、まずこれね、残りのね、寿命が50周とちょっとぐらいかな。だから今から考えると4大大会とレジェンド杯でも20使うのか。で、技覚えてたらまた20周とか使っちゃうでしょ。あと技一つにしてちょっと能力上げること考えた方がいいかな。ここら辺ね、最後の仕上げは難しいっていう。さあ、このメンツで戦っていきましょう。そして今回ちょっと使い込み足りてないんで、技使ってちょっと後半に新技を見せていきたいなと思います。ゼランディア 19% ね。そうそう、この絵、まあ、前回か前々回あたりも話したけど、ゼランディアで見てるとね、ドラゴン系育てたくなりますね。ただこいつみたいにこの両刀にすると全然育ちませんか、マジで。しかもこれジョーカー入ってるでしょ。絶対育たないよな絶対育たなくない、こいつ寿命めちゃめちゃ短いでしょ。あ、でも言って250ぐらいか、むしろいいのかな。でも激悪やばそうだよな。サボりまくりそう。あいつかっこいいんだけど、だから普通に育てるとしたら相当育てづらいよ多分ね、マジプレス、ね、これの上位技を本当に覚えさせるかどうかっていうの迷うんだよな。いいのかな。お、かわした、ドルガード、自信 1% いや、でも打つしかないよな、これ正解だよ多分。打つしかないって、自信とかそこら辺のパワードね、意味ないでしょ。だって葉っぱとかあっても突き上げとか。もう一丁ペタン、死んでる気するけどね、あんなのやったら内臓とか飛び出すんじゃない、プレス技系って。まあそういうこともなく軽く勝利。多分5回使い込んでいけるんで、よし、続いてはシアラね。まあ、こいつ多分一発なんだよな、マジンプレスで。あいつゼランディアでさえ一発だったからやっぱりいや、そうなるよな。いや、これ最初の方に本当に使い込んでおいてよかった。今からだったらめちゃめちゃきつい。一発よくて3発ぐらい、まあきついよな。はい、じゃあちょっと軽く倒して使い込みができたんで、技を覚えていきましょう。はい、ということで修行やっていきましょう。火山ですね、フェニックス。さあ、やっていくか。まあ神からしたらこれ熱湯とか大丈夫なんじゃない、覚えましたね。落石5ぐらいか。で、耐久じゃん、まあ、結構これひどいけどね耐久というか完全な自殺行為だけど。で、モコティラノ、これどんな攻撃するんだったっけ、プレスだったっけ。さあ、そして逆襲のアストレイとか。まあこれは確かに相当痛いんじゃない。帰らせて、さあ誰が来るかな。書いていた、あ、書いていたこれ結構失敗の時もあるから。うわー、なんだってこれ、剛腕だったっけ。あー、剛腕だちょ、来ないで、本当に来ないで。もう S ランク行ってたらさ、もうこんな
A 以下出てきてほしくないよね。 B 以下が A 以上にしてほしいよ。何が面白いのこいつ戦ってさ、図体だけはでかいジャガイモがよ。ちょっと結構生き残ってるんだけど、なんでなんでこんな生き残ってんのこいつ。早く死んでよかわいそうかわいそう、そんな顔になるよ。600はやばいって。ライフ300以下で絶対死ぬでしょこれ。はい、で言われんのかな、あんな目にあっても言われるだろうなあんなやつ言われちゃうよな。じゃあちょっとお金もらってね、技見ていきましょうか。今回はあの技ですね。あ、そうそう、あと回復も、まあこの時のローテはこれなんで、いつも通りのビタミンとオイリー2つね。まあ大会にも出るんで、とりあえずオイリーあげて、バックパック。これさ、頭あんだけ下に落ちてきてるけど、どうなってんだろうな。首をこうやってめちゃめちゃ長くして食べてんのかな。謎だよな。覚えた技、どれだ。あ、これか。ゴッドブレス、魔人プレスの、はい、上位技ですね。力タイプの超必殺技、消費圧40で、あ、ダメージです。きた。命中 D、ガツダウン C でクリティカル E。あ、クリティカル以外は進化したんだ。あ、でも消費圧5しか変わらなくて、めちゃめちゃ強くなったね、これ。これ強いんじゃない。消費圧普通これ10ぐらい増えてもおかしくない性能なんだけど。じゃちょっと休ませて、オイリーオイルも与えて、使っていきますか。今回初の S ですね、ダメージ。前の行ったモメンが確かゴッドハリケーン覚えてたんだけど、あれもダメージ S だったな。力技ではこれのみかな。ちょっとあんまりガリって技覚えさせないから知らないんだよ。グレイテスト4、これが一番強い四大大会かな、個人的に。やっぱ四大大会ってカーマインがね、カーマインいるところが一番きついっていう記憶がある。ゼランディアも弱くないしね、ゼランディア。いやでもこう見たらさ、ゼランディアって弱いよな。昔は化け物に感じたんだけど、相対的にやっぱ弱くなっちゃうよね。ナイスナイス。でこれね、あ、命中こっちの方がこれ強いね、多分強くない。ゴッドブレス、ふわふわ、すげえすげえ。やらない方がいいでしょこれ。ダメなやつだってこれ、死んじゃうやつだって、その根性。ふわはは、あれ何気にゴッドブレスって初めてかな、見たの。なんかこういう炎上がるの初めて見たな。結構やっぱこの使い込み技の必殺って炎ありますよね。炎が追加されるっていうエフェクトに。いやこの技強いな正直。どうしようかなこれ覚えさせたいな、能力とのあれがあるからな。すげえ覚えさせたいんだけど、これかわして。今のちょっと当たってる風だな。今日はツイッターの方に当たってる風、当たってない技が上がるかも、これで。はい、ジョーカーもガリに似てるよな、前も言ってたけどね。同じ仮面つけて、マントつけて、兄弟みたいなもんだよ、天使と悪魔みたいな。まあ、こっちは神か。でラブレス、あ、危険してこなかったな。ラブレスはあんまなんか個人的に強い記憶ないんだよな。昔バージアハッピーでこの四大大会で戦ってたから、これねカモだったんだよな、すげえ。ラブレスってわかるでしょ、バージアハッピーで行った人。ラブレスはマジでカモだった。でも逆になんか本格派のモンスターで行くと強いんだよこいつ。パワーあるからね、技のパワーもあるし、普通に力もあるから。本格派で行くとなかなかこいつは強いっていう記憶あるな。バージアハピで攻略してるときはこいつはカモだったガチで。はい、まあ楽勝ですね。やっぱあとは技を
どうするかだな、能力と技。ああ、綺麗にならないか。ということで4大帝国の前半戦しっかり制覇できましたね。立ってこれ本物の金かな、ケチってそうなんだよな、この大会この運営、大会運営ね。で、人気はもう100なんだよ。はい、ということで今回は、4大大会の前半戦戦っていきました。まあ戦い自体は楽勝でしたね。で、今回覚えた技、まあ覚えたっていうかね、またちょっと考えないといけないんだけど、このゴッドブレス、いや強いよな、これ絶対強いよ。命中上がるっていうことあんまないからね、これダメージ増えて。いやー、これ覚えさせたいな。ただそれすると能力がっていうのがあるから、ちょっと保留にしようか。うん、でまたね、ちょっとロードして、大会の成長値とかも、うん、考えたいんで、はい、次回はまたちょっと能力とね、これ覚えてない状態で始まると思うんですけど、で新技も覚えていくか、うん、まあちょっと考えないといけないな、本当に。はい、そんな感じで、また次回以降もね、どうなってるかっていうのをお楽しみしていただければなと、はい、思いますね。ということで、また次回の方もお楽しみしてください。それでは今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てお気に入りいただけておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。